こんばんは、皆さん。本日もやってまいりました、リンリンの突撃企画。はい、ということで、これがなんか恒例になる必要はあるんですけれども、今日はですね、ただの突撃ではなくて、ちゃんと企画を持ってきました。近々ね、企画でこうナイトルーティンを取ろうっていう話をしてて、だけど、あの人にね、ナイトルーティンとかそういうルーティン系をね、取らせると、必ずふざけるの。だから、リアルなナイトルーティンっていうのを取っていきたいと思ってて、一切ボケなしのリアルなナイトルーティーンをお届けしようと思って、今から私が突撃をかましてナイトルーティーンを撮っていきたいと思います。はい、というところでマンション前に到着しました。こちらですね、こちら、はい、オートロックの鍵、はい、私にはオートロックというものは関係ないので、これでスンスンスンと入っていきます。はい、じゃあ行きます。はい、ピーッとね。全然住民に会ったことがないので、私は結構ここで騒ぐっていう技を覚えました。誰も見てませんからね。はい、着きましたよ皆さん。ゆっくり鍵を開けていきます。持ってきました、うん、相方のナイトルーティンリアルバージョンを撮ってみた。お出口こちらです。だから第1のステップはクリアだよね。第1の編集してました。これ、うん、もう ほぼ毎日やってます。これルーティンの一つです。だから編集、もうナイトルーティンなんて言ったら本当に0時ぐらいまでこれやってお風呂入ってくるだけだから、うん、ナイトルーティンもクソもないのよ。大したナイトルーティンないから ないんだよね。じゃあ指示するよ、うん、もう編集はいいか。じゃあやんなきゃ。編集のターンはもう終わり。いった終わり。あ、食器とかちゃんと洗ってんだ。そう、洗ってるの。やらうだろ。あ、じゃあもう何もやることはないと。そう、ないの。もう本日なんかこれ洗うぐらいかな。うん、後回しにしないっていうのが私のあ、興味なかったかな。違う、それちょっと気になったのが、じゃあゴミ捨てよ。そうだね。そうだね、うん、ごめんなさい、溜まっちゃうんで、ちょっと見てください、これ。いや、もうこっち捨てよ、これを機に、ね、うん、本当に一人暮らしなの。あ、それは言わないでよ。このゴミの量、一人でこんなゴミ出るかな。そう、言わないでって。ちょっと待ってね、たける。うん、やめてよ。何今の声。本日の動画今撮影中。何、風呂シャンプーないんだけど。いや、マジで一人。何の音怖い。できるけ。なんだよ。たまにさ、うん、この家でもさ、物音すんだよね。それガチの話？これガチの話。はぁ、ついてきた。本当についてきたんじゃないかなと思う。ナイトルーティンって言ったらさ、お風呂とか入るから。いい、お風呂は長くなっちゃうからやめて。うん、私ナイトルーティンみたいでしょ、ガチなやつ。長い。何それ。風呂いいよ。なんか、使ってるシャンプーだけじゃ見せて。じゃあね、皆さんお待ちかねのお風呂タイムといきたいと思います。で、私はお風呂入るときについでに掃除しちゃいます。はい、すごいね、毎日よ。し
してないねこれ毎日今スポンジ出したもんね。うん、モテる、お風呂掃除する女モテるよ。そう、でこうガシ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 シンプルガシガシ、あとゴシ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 ナグちゃんゴシ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 。じゃあメイク落としていいの？そうだよね、風呂入んないんだもんね。じゃあお風呂入った手にして。あんたらさ、お風呂入った手にして。お風呂入りました。入った後に私メイク落とします。うん、どうせこれカットされんでしょ、ね、どこメイク落としてるところがカットされんでしょ。さあ、あれ使ってんの？使ってる使ってる。あのこれいただいたんですけど、うん、鼻がねゴリイチゴじゃん、ね、イチゴなんて可愛いもんじゃないんだけど、毛穴の集中ケアをしようと思って、うんうんうん、これ使ってますよ。ボロボロ取れんだもん。そう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 、出てくるのを隠したらこうやってこうして何度も何度も顔を確認していきます。はい、本当に今自分が洗ってる人は自分なのか、うん、確認しながら。そうだよね、人他の人洗ってる時あるもんね。あるあるある、うん、うちも間違えて洗われたことあるしね。逆にね。そう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 。びっくりしちゃった。逆にでしょ、うん、2ステップあるからカリスマって2ステップあるの覚えてて、うん、カリスマこうやって時間かけてます、うんうん、同じような作業に見えてるでしょ、うん、違うからね、ちゃんとあったかくしますよ。毛穴を浮かせた後、後にですね、毛穴バッグっていうのしていきます。いつもやってないでしょ。ははははは、別でいつもやってます。また待ってる間に化粧水を塗ってあげます。はい、お肌のケアも十分行いました。うん、ありがとう、うん、じゃあ、うん、ダメもうよくわかんない。うん、熱くなんだよ。鋭いね。でしょ、うち、うん、結構突っ込むよ。みんなも聞いてください。突っ込みもできます。めちゃめちゃ鋭い突っ込みするよ。うちもどっちかわかんないもん。うん、あんたは、うん、あの両頭使いだよね、だから。嘘、うん、私が尊敬するタイプ。でもあんたもできるでしょ。いや、結構ボケしかできないから。ボケしかできない。そう、でもツッコミなんてうちはしてない。ただの単に思ったこと言ってるだけ、うん、それだけ。センス、センス、あとはセンス。じゃあここで一曲。この曲名当ててください。はい、うん、この曲は実在する曲ではありません。私たちは20年の中になるんですね、もうすぐ。なので、まあ、感性大体一緒じゃんということで、私の歌ってる歌のタイトル当ててもらいます。はい、はい、レインボー、レインボー、トゥゲダーはフォーミー。レインボーとトゥゲダーなんたらフォロミー、うん、やっぱレインボー入ってると思うんだよ、うん、虹が見えたよ。もし虹の出会い、うわ。じゃあいくね、うん、ドゥジュッドゥ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 ベロベロベロベードゥ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 ルドゥピチョピチョンピチョンがあのキーワードでしょ。なんとか、曲調とかわかるよ。ワルツなの、ワルツ、多分ワルツ、なんとかのワルツだと思う。水辺の、うん、あ、違う。ピチョンピチョンっていうの、何かが出たよね。遊園地こういうのもあるよね。コーヒーカップのワルツ。違う。まだやな。テレステテテテレステテレステテレステテテテテテ。わかった。ヤンキー卒業式。あ、惜しい。惜しい。ヤンキーの授賞式。うわ、惜しい。惜しい。すごくね。もう終わり終わり。朝来るんだからこれで、うん、どうせね。リホちゃん、騒ぎ疲れた。私もう帰ってよ。もう帰るんだか泊まんだかどっちでもいいけど、私は泊まってもいいじゃん、ね、いいけどということでね、あの2個のルーティンの中で使用してましたこのピーリングジェルですね。こちらとちょっと待って、毛穴パック、ちょっとごめんなさいね。
本動画で紹介します。ババアが化粧を落としながら恋愛トークするみたいな感じだったと思います。あ、これね。うん、そうそうそう。いやわけないじゃん、そんな誰も違う動画でこれやるかと思ってたからびっくりしちゃったいいないいな、うん、進めよう、うん、さっき使ってたピーリングジェルなんだけど、はい、ポアトルさんっていうブランドの商品で、今年で15周年になるブランドなんだってよ。あ、そう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 、うん、これ存じ上げてます。知ってる？ごめんなさい、存じ上げてます。あの赤ちゃんのマークが目印。あ、そう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 、うん、まずあの使い方のステップとしては、うん、これステップ1です。はい、知ってるかな、これ透明美肌に導くマイルドなピーリングジェルなんです。目とかね、口の周りは避けてください。気になる部分に取って優しくするとですね、ヨーグルトエキスっていうのが角質を柔らかくしてくれます。柔らかこんにゃくスクラブっていうものが古い角質だったりとか、うん、汚れを絡め取ってポロポロと出てくるんです、うんうん、はい、洗い流せばキシキシ感とか突っ張り感っていうのがないような、しっとりツルツル滑らか肌になります。濡れた手でも使えますから、あのボディとかなんかに使ってもいいです。うん、体にもね。そうそう、体全部、うんうん、メイク前に使ったって、うん、メイクのりがアップする。それね、うん、本当に。そうそうそう、やっぱね、角質がさ、うん、ケアされてるのとされてないので肌のあれ全然違うでしょ、うん、全然違う。そうそうそう、これスーパークリアジェルって言います。あなたが知らない情報を教えてあげましょうか。こちらのスーパークリアジェルというのはですね、美容の口コミサイトで人気が出て、さらにリニューアルされたものが出たそうです。知ってる？あ、そう、うん、知ってる。じゃあ続けてえ、じゃあね、うん、あんたの知らない情報、うん、これあんた何が入ってリニューアルされたか知ってんの？すいません、教えてください。知らないんだ。はい、潤い成分のロイヤルゼリー酸が新たに配合されました。あー、じゃあ使い方してますか、うん、あの角栓が気になる小鼻とか T ゾーンに塗る、うんうん、くるくるとね、優しいここでやるんですよ、うんうん、それとこう温感ジェルっていうのと、あとヨーグルトエキスっていうのが入ってますから、それがお肌をほぐすんですね、うんうん、毛穴汚れクレンジング成分っていうのが入ってますで、その人がですね、汚れを溶かして角栓はグラグラしてきます、うん、後に、その後に、その後に3つの皮脂吸着成分こいつが余分なね汚れに吸着して、洗い流せばツルツルの仕上がりになりますよ。やー、優しい。そうね、やー、優しい。ダメだ、ダメだ、しないんだ。これやった後にさらにこのキャラパックやるとさらにツルツル。あ、そう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 、さらにツルツルになる。あ、そう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 、ありがとうございます怒られるぞ、マジで相当説明してくれたけど最後に私大事なことだけ、じゃあ私に言わせてください。やった、やった、やっとだ、私の順番来たよ大事なこと言っちゃうんだからね。あの全国のね、あのドラッグストアだったり、うん、あのバラエティショップ、あのアマゾンなんかでも買えますけども、うん、気になる方はぜひ概要欄の方に、あの詳しく、あの URL の、URL って言えないな、うん、URL、 URL、 URL だから、 URL、うん、URL でアクセント、うん、URL を、そうそうそう、概要欄に載せておきますので、うんうん、よかったらチェックしてみてください、うんうん、ぜひね使ってみてください。角質ケアは大事ですよ皆さん。大事よ、うん、それではまゆみのチュセヨ、チュセヨ、カオセンオって知ってる？